イベルメクチンっていう薬、48時間以内に99.98%ウイルス消滅させるので、割と早く終わるかもよ、終わりません。なんでこういうのをさ、断言できる人がいるのか不思議なんだよね。アヒガンが出てきた時もそうなんだけどさ、もう市販されてる薬は全て中国がテスト済みです。なので、今更これが効くんだとか見つかる可能性はめちゃくちゃ低いです。世界中の人と世界中の研究者がもういろんな研究をして、いろんな薬を試して、で、そのなんかビル・ゲイツとかはなんか7個工場を作ったりしてるのね、ワクチンの。っていうぐらい世界中の人が頑張って解決方法を探してるのに、なんだか分かんないおっさんがこれいけるんじゃないみたいなので解決するような時代はもう過ぎました。